漢方2年江戸洪水は、1742年の旧暦7月から8月にかけて、日本本州中央部を襲った大水害、漢方の洪水、高潮で江戸が被った被害である。1742年8月28日頃より、台風によるものとみられる、暴風雨が機内を襲い、関東でもこの日、以後雨が降り始めた。 翌々日の8月1日の夜に入ると、江戸では最初は雨と共に北東の激しい風が吹き始めていたが、夜4辻頃から激しいハエに変わり激しい荒に見舞われた。寒報洪水まがい表さらにこの風が、江戸湾からの高潮を隅田川、荒川などに呼び込み、その結果、翌2日明け方7辻頃から水位が上昇し、満潮と重なった6時には場所によっては、 平常水位よりも8.9尺も上昇して、江戸の下町を潮水が襲った。とはいえ、この時の水の勢いは激しくなくゴッジには、潮が引き始めるとともに水位が下降していった。ところが同じ頃、利根川や荒川、多摩川の上流域で発生した、大洪水の水が、下流の江戸方面に流れ始め、特に堤防が破壊された利根川の水流は、 石屋土壌を押し流した後に、江戸下町方向に向かい、8月3日夜には、水が引き始めて安堵していた、江戸下町を直撃した。水位の上昇は8月7日まで続き、この間に、本所、浅草、下谷一帯だけで900名以上の歴史者が出た。長武行、石川正友の報告によれば、本所では、町中での水位が五尺、 多い場所では七尺に達し、軒まで水没した家屋が続出した。また、両国橋、新大橋、永大橋など多くの橋が押し流された。ところが減水し始めた8月8日に、再度の暴風雨が江戸を襲って、かえって水位が上昇し、浅草、下屋ではついに水位が一条に達し、水が引くまでに、さらなる日数を要したという。 こうした事態を憂慮した幕府は船をかき集めて、川と街路の区別がつかなくなった下町へと派遣して、流されている人や、屋根や樹木の上で震える人を救出し、さらに被災者に粥や飯を支給した。記録によれば、食料の支給を受けた人数は8月6日で6000人分、被害のピークであった8日には1万人分。 水が引いて、子宮を昼のみに限定した16日でも7000人分を、要した。また、被害の少なかった、江戸の有力町人の中には、独自に炊き出しを行ったりした者も,もいた。幕府は、あのおつ、備前、長州、肥後などの被害の少なかった、西国諸藩重藩に命じてと根川、荒川などの堤防や、用水路の復旧に当たらせて、事態の収拾を図った。 10月6日、幕閣の老中、松平の里、道、と、松平伸縮、道、本田忠義らの採決により、最国の十の大名が手伝い武神を命じられた。大名の手伝い武神の場合、幕府が必要な材木、鉱木、鉄物などの供給を負担し、命を受けた大名が、不信任即費、蓄財機の伐採費、運賃、などを負担した。各藩は、 過労級の重心を総武行に立て、活診団を被害現場の復旧に出した。幕府は、江戸財布中であった岡山、津、鯖江、伊豆市、帯、薄木藩の藩主には直接途場することを命じ、他の藩には報奨を送った。熊本藩の場合、10月21日熊本に、幕府老中捧げ書が届けられた。物頭県武神武行長,長谷川門ンは、 命令を受け、大阪で資金調達をしたため、多藩市より遅れて、江戸に着いた。12月7日、武神開始。現場作業や小屋に関しては、江戸の町人や名主などの有力農民に請負いをさせた。翌年4月30日、熊本藩重臣は、老中の指定に出かけ、不審が4月29日に完了したことを届け、翌5月1日は、 同様に、江戸城に届けたが、咎めの言葉もねぎらいの言葉もなかった。熊本藩の総出費は十二万七千二百八十両であった。幕府からの報奨はあったが、その額は他の商藩よりも少なかった。熊本藩からの幕府に対する贈り物は役人の役得とされるが、一部のものは受領を拒んでいる。理由はわからない。 熊本藩は支払った金額から考えると、受け負い人を立てた方が安いと判断したが、証拠に、武士道はかなわなかったと高崎は述べている。初記録から台風と見られる雨雲は、江戸の西方から北東に進んで、関東と新州に記録的な大雨をもたらしたと、推定されている。町田直久、漢方二年災害をもたらした台風の進路と、天候の復元。 地学雑誌2014年123巻3号、P363 から377、土井10.5026、ヤジオグラフィー123.363、東京地学協会、武蔵国側の派定地点は、北、河原の、新川2であった。高崎、2001、89から90高崎、2001、175から196、 ありがとうございます。